今日はですね、沖縄から帰ってきまして、仕事ですね、今日は一日新宿にちょっと出てます。本日の一本ですね、こちらです。はい、ボズですね、これスパイダーマンみたいな形になりますね。けどこんな感じです。こんな、まあどういうとこにどういうとき書けんでしょうかね。まあまあサングラスなんで、まあ普通にかけててもいいと思うんですけど、あんまり見たことないですね、こういうのをかけてる方は。まあでも全然かけていただければと思います。はい、うちのお客様はまあ普通にこういうメガネもかけますんでですね、皆さんぜひお楽しみください。お昼、仕事中です今大井町でですね、これから小西さんの、登山家の小西さんの講演を聞きに行きます。キュリアン、今は1時ですね。今日は 8000m 級を無酸素で何度もね、小西さんお話を聞きに行ってきました。友人の紹介で、とっても素晴らしかったですね、本当に。登山の話もそうなんですけど、その登山からこの日常の生活、人生全般における、なんですかね、人の基本というか、エッセンス、お話しいただいて本当に良かったです。結構涼しくなってきたんですけどね、やっぱり階段登ると暑いですね。香港もきっと涼しくなってるはずです。